89式小銃について。概要。小銃といえば、軍隊における代表的な個人装備火器です。個人装備火器とは、それぞれの職務に応じて傾向を認められた武器を軍隊では言います。つまり、すべての隊員が同じ小銃を持っているわけではありません。例えば、戦車等の車両搭乗員及び空挺隊員は、89式小銃でも重装部が折りたためる89式小銃を携行しますし、司令部勤務や航空操縦士の幹部は、小銃ではなく、拳銃が個人装備火器となります。個人装備火器は、それぞれの職種において、戦闘に適した火器を選定されています。89式 5.56mm 小銃は、64式 7.62mm 小銃の後継として開発され、1990年代以降に自衛隊で正式化した自動小銃で、陸上自衛隊の主力小銃となっています。使用する弾薬及び弾倉は、西側諸国の共通規格である 5.56mm、NATO 弾とスタナグ弾倉に準じています。これは、64式 7.62mm 小銃でも、同じように、西側共通規格で必要があれば、在日米軍などの同盟軍と弾薬を共用できるように選定されています。また、5.56mm 機関銃ミニミトも弾薬の完成を持つようにするため、同じ弾を使用していますが、これも、64式小銃の場合も、当時の機関銃と同様の運用がされていました。これは、同盟軍と同じ弾を使用することにより、相互に補給を容易にすることができるためであり、同盟国でない国とは違う口径の弾を選定しています。さらには、特別な器具なしで06式小銃的弾を装着できるため、すべての89式小銃をもって、火力支援と限定的な対戦車戦闘が可能となっています。この点、64式小銃は、特定の器具装着と空砲を使用しないといけなかったことを考えると改善されています。小銃的弾は、弾種を変えることにより、破片効果による地域制圧や対戦車弾による対戦車用としても使用できます。89式小銃の特徴。防衛陣地の掩体などからの安定した射撃と連射時の命中精度向上を重視し、64式小銃と同様に2脚を標準装備しています。このアルミニウム系軽合金製の2脚は64式小銃のものと異なり、脱着が可能で、式典時を含め取り外している部隊もあります。また、照門は固定式であり、夜間射撃用に夜間外略照準具が開発され、照星と照門に取り付けて使用します。弾倉は M16、L85 などのスタナグマガジンに準じた小銃と共用でき、30発用と20発用の2種類があり、弾倉側面には M16 などの弾倉にはない残弾確認穴が開けられています。30発弾倉は戦闘行動を行う部隊、20発弾倉は小銃による戦闘行動を行わない部隊などが使用し、通常、陸上自衛隊の隊員は弾倉を6本携帯します。これを個人携行弾薬と言いますが、1回の戦闘行動で携行する弾薬ですが、戦闘の継続とともに逐次補給を受けることになります。弾入れは、日本用と一本用の2種類があり、それぞれ2個ずつ、弾体、防弾チョッキ等に装着して携帯します。89式小銃の多用途型の銃剣は、全長41cm、刃渡り29cm の64式銃剣に比べ、全長が27cm、刃渡りは半分程度の15cm 内外と、短縮されています。片刃の刀身の長谷、峰には、金属切断用のノコバを持ち、
検査矢先のピンと銃剣に開いている穴を組み合わせるとワイヤーカッターとして、検査矢は栓抜き、缶切りとして使えます。おい、紐は3点式スリングを採用しており、これには2つのバックルがあり、前方のバックルを外すと紐が緩まり射撃が容易に、後方のバックルを外すとスリングが体から外れるようになっています。イラク派遣頃から小銃の保持容量が変わり、追い紐を使用し、銃口を下方に向けて体前方で保持し、すぐに射撃ができるように保持するようになりました。小銃に求められる変化、89式小銃は対テロ、対ゲリラ戦闘や海外派遣など近年の防衛方策の変化に伴い、使用する現場の要求と状況に合わせた改修が施されています。今までは野戦での戦闘を想定した機能を中心に小銃の能力、性能を要求してきましたが、現在では近接戦闘、人質救出、室内での戦闘等の用途に応じる能力を要求されています。陸上自衛隊での近接戦闘の考え方は、小銃、機関銃等の直射区域の届く範囲での戦闘を前提とした考え方でしたが、現在では CQB クロースクォーターバトルが近接戦闘の概念となっています。 CQB クローズクォーターズバトルは、市街地や建物内のような狭隘な場所、飛行機内、船舶内等の限定的な閉所で行われる歩兵主体の戦闘を言います。この戦闘は拳銃や短機関銃による射撃や白兵戦が効果的とされる3から30メートル程度の距離での戦闘を言い、さらに近距離での戦闘については、CQC クロースクォーターコンバットと呼ばれています。 CQC クローズクォーターズコンバット、近接格闘は約25メートル以下で敵と遭遇した状況での戦闘で、重火器を使用することが困難な状況であるため、銃剣術や徒手格闘のほか、ナイフや打撃武器、紐などの武器を利用した戦闘をすることを言います。この場合、小銃、銃剣の宮小銃に銃剣を装着して戦闘しますが、その技術も現在はかなり実践的になっています。陸上自衛隊におけるクロースクォーターバトルは、第34普通科連隊がアメリカへ訓練派遣されたことをきっかけとし、米軍式クロースクォーターバトルを取り入れ始められました。その後、この訓練は第16普通科連隊、普通科共同連隊と続き、それらの経験を踏まえて野戦一辺倒であったものから変化したため、89式の運用方法に新たな方向性を決めることとなりました。以降、至近距離目標への射撃訓練や密集体系による小銃を振り回すような訓練、2脚の取り外し、民間メーカー協力による正式化以前のダットサイトの導入など、それまで行われていなかった訓練等が導入されてきました。クロースクォーターバトルの訓練施設も各方面隊に1箇所建設され、訓練の環境も整備されています。野戦型の訓練は当然必要ですが、小銃を使った市街地や原子力発電所等の重要施設での訓練、海外の邦人救出のための救出訓練、敵ゲリラに対する野外、市街地での掃討作戦訓練等の新たな形の任務が予想される中での89式小銃の機能は十分に対応できると思います。しかし、89式小銃の機能は、良くてもそれを使用する隊員が装備品の機能を十分に発揮できなければ意味がありませんので、隊員、部隊の繰り返しの訓練に期待したいと思います。いかがだったでしょうか？よろしければ、動画へ評価やコメントをいただければありがたいです。では、
次回の動画でお会いしましょう。